大谷翔平、酒を飲んで何が楽しいんですか？飲んだらトレーニングが無駄になる。昔のプロ野球選手といえば、飲む、打つ、買うの三冠王が当たり前の世界。しかし大谷には、その類、類の匂いも一切しない。日ハム時代にも、身の回りのものに無頓着。いわゆるブランド品に興味がなく、高級服や高級時計、運転免許すら持っていなかった。入団初期は給料を親に預け、そこから月10万円の小遣いをもらっていたが、月1万円程度しか使わないため、2年で200万円も貯金ができたとか。飲んでて何が楽しいんですか？それなら練習して野球上手くなった方がかっこいいじゃないですかと周囲に言うほど、飲み会に行かないのは有名で、行っても付き合うのは乾杯まで。毎朝10時にトレーニングをするのが日課で、そこから逆算して部屋に戻っていたのだという。必死で2から3時間トレーニングしたのが、その1杯2杯で変わってしまうと思うと飲みに行けないと過去のインタビューで答えたこともある。掛け事はもちろん、女性関係の噂が皆無だったのも周知の通りである。確かに酒ってそんなにいいか？とは思う。好きで当然みたいな空気あるけど。ジラフでもアッパー系なやついるしな。プロアスリートじゃなくても、ゲームやドライブ好きな人も酒は飲まんからな。酒が好きなのはいいけど飲み方が下手なやつはアホ。うつって何？覚醒剤？博打を打つ。趣味は睡眠とトレーニング。会社員は真似するな。大谷は賢い。大谷からしたらおっさんの世代を中心的。中田翔を見ろ。飲むな狂えてんする。サラリーマン金太郎かな。カートにも乗る。ダルビッシュさん。昭和のスター感ある。タバコ吸いながらパチしてたダルはどこを行ったんやろ。アルチュー以外は普通こう考えるよね。酒飲むことなんて食欲や性欲と異なり人間の根源的な欲求ではないし。酒は筋肉とかしね。まあそんなに得意な話でもなくて、受験とか就職とかでも努力しないで目先の娯楽に流されて人生ハードモードにしてるバカ見てると同じような気持ちになるわ。野球マシーンすぎてやめた後どうなるんか心配になる。